僕は日本で一番最初の、ね、共産党を作った男です。矛盾だらけというか、すぐバレる嘘。僕は中国の、ね、旅順で生まれました。それは嘘なんだけど。人間は恥ずかしい時間いっぱい持ってますからね。しかしだから同じ事実だけど、同じ事実をどこを選ぶかは、ね、フィクションなんですよ。それは井上光晴さん、思い起こせば長いお付き合いでした。井上さん、決してね、誰にも言わない真実ってものがあるんだと思うんですよね。おばあちゃんがですね、この嘘つきみっちゃんって言ってたわけですよ。その嘘つきみっちゃんがですね、この成長してね、作家になったわけですよ。それは天才。僕はつまり空を見るから、あんたも空を見て星を見たらね、あんたのことを考えてるから、あんたも俺のことを考えなさいって別れたんですよ。僕はね、何でもしろって言ってるんですよ。どこでも本当にですよ。不倫でも何でも構わずしろ、しかしね、分からんようにしろって言ってるんですよ。上品にやらないと、上品にしても激烈に、やりたいこと全部やった方がいいよ。僕はね、おそらく死ぬまでね、点滴何本打ったとかね、私は今こう考えたとかね、つまり死の口からっていうことは絶対書かないと思います。おそらくその時間があればね、なんか短編小説の一つもね、嘘発表書いてると思いますよ、きっと。みっちゃん、あぶない、あぶない、じゃあ、さよなら。